I know what you know what that means. Thank you. こんにちは。ウレムツ大学の4年生のレベッカです。そして去年 TIU で勉強しました。TIU8 とウダイのプログラムの素晴らしさを知ってほしいので、ビデオを制作しました。これが TIU8 生の生の声です。それではどうぞ。寮生活はどう？寮生活は、僕は春、日本人の寮メイトと思っていたけど、それで2人で一緒に 寮の中にいる外国人の人と話したりして仲良くなれたのでコミュニケーションを取るようにしていました。最初は寮生活ちょっと嫌だなと思ったけど、こういう風なコミュニケーションを取れていい経験にもなるし良かったと思います。はい、寮生活は、夏学期は日本人 TIU 衛生だけになってしまいますが、春と秋は舞台生と一緒に生活するので、寮の中で舞台生と一緒に、ピザを頼んで食べたり映画をとかこっちのテレビ番組ドラマとかを一緒に見たり、あとはスポーツを一緒にしたり、いろいろ楽しく舞台生と TIU 衛生が交わって楽しく生活できます。私が一番印象に残っているのは寮生活について、寮生活について私はマシューっていうところに住んでたんですけど、ここにはフレッシュマンの子、女の子ばかりで、みんなすごくフレンドリーで、いつもドアオープンにしておいてくれる、オープンにしておいてくれて、いつでもカモカモ、私の部屋にもいろんな人が来てくれるし、お菓子持ってきてくれたり、宿題大丈夫とかいつも来てくれたり、すっごく楽しかった。その春学期だけじゃなくて、今私はアナスタシアっていうルームメイトを持っていて、その子はロシアから来てるんだけど、その子も、すごく日本に興味を持ってくれていて、これ日本語でなんて言うのとか全然わかんないのいっぱい聞いてきたりして、何でも挑戦しようって、そんな経験日本にいたらできないし、すごくいい経験ができてる。あとはこう毎日の生活がグモーリングから始まって、夜もグナイって思って、なんかすごく今それが自然で、もうここの生活がすごく居心地が良くなって寮生活は最高、かなり楽しい。俺はアメリカ人のルーメイトを持つことができて、今も同じルーメイトと生活してるんですけど、春も秋も毎日なんか新しいことばっかっていうか、すごい楽しい、すごい楽しいです。はい、 TIU8 って今までの一番いい経験は何？アメリカの友達とコミュニケーションが取れたことです。僕は最初アメリカ人のルーメイトだったんですけども、最初全然英語が通じなくて、向こうの人が分かろうとしてくれたので、自分はすごい助かった。それが元となって積極的にこっちから声かけられるようになりました。寮生活はいいよ。アメリカのルームメイトが初めとかよく分かんないんだけど、いろいろ教えてくれてとても楽しいです。明日バースデーパーティーに行きます。 TIU にいる学生が TIU8 ぐらいについて何を知ってほしい？はい、TIU 衛生と舞台生がすごく仲がいい関係でいられるってことを知ってもらいたいです。本当に仲良くなれるのかなと思って心配している人は、そんな心配はしなくてもいいってことを知ってもらいたいです。はじめここに来る前はとてもすごいアメリカ人がすごい怖いイメージがあったんですけど、こっちに来てからとてもみんなフレンドリーで、とても親しみやすい人たちということが分かりました。はい、
TIUA とウダイの人との交友関係はどうですか？TIUA 生とピラミッド大学の学生との交友関係、すごいピラミッド大学の学生はこう日本人に慣れてるっていうか、日本人慣れしてるので、基本的にはすごいみんな親しくって、一緒にいてもすごく楽しいし、言葉の壁とかはもう関係ないっていう感じで、すごいもう毎日楽しいですね。TIUA に来て自分で寮生活をして自分自身で生活しなければならなくて、親からの自立もできて、すごく自分自身が大きくなった気がします。今まではちょっと自分の中にいろいろシャイな部分とかあったのですが、いろいろこういう仕事をやって、自分自身のパーソナリティをもっと表に出すっていうのが一番重要だなと、その中から学びました。はい、自分自身が成長できる、あ、見て自分自身が成長できるこの大学の中にリーダーシップっていうか生徒会みたいなのはもちろんきっと日本の大学にもあるんだろうけど、僕は知らなくて、こっち来てこの TIUA のこの小さなグループの中にもそういうものがあって、それに今参加していて、すごい大学入ったら今までは日本ではすごい楽なんだろうなと思ってたけど、やっぱりすごい大変だけど、いろんな経験を自分から積極的にできたから、すごいいい経験になった、うん、はい、自分自身について私は何も知らなかった日本にいるときはただ遊んでるだけ、ただバイトに行ってるだけ、勉強もしないし友達のことも考えない、そんなに考えないし、ただ遊んでた。でもこっちに来てからはそういうのを変えたくて、自分の生活をなんとか変えたくて、いい方に持っていきたくて、いい方に持っていけたかわからないけど、いい友達がすごくできて、